してるじゃん。あそこにポーンってコーナーで多分出せないと思うんだよね。でステップアップを報告されてると本当だったらコースさんステップアップコーナーにこれもらってそうはいいんだけど、それができるかどうかって思うんだけど、そこミスになっちゃうと次の展開に行けないから。Thank you.
はい、まずはこう渋谷さんにね何回も来てもらって、本当に選手やスタッフの皆さんもそうだし、ファンの皆さんも、もしかしたら来れたかもしれない日があって来れなくなってしまった人とかもいると思うんで、まあ、本当に今日試合ができて良かったなっていうところが一番ですし、内容についてはね、この間の千葉戦からディフェンスの強度っていう部分で、修正ができて、前半からいいゲームができたかなっていうところもありましたし、反省点もその中であるんで、これをね成長の糧にして、また、次の大阪戦に向けてまたやっていけばいいかなと思います。はい、そうですね、渋谷は若田選手いなくて難しい状況だったと思うんですけど、そういう時こそやっぱなんかチームってなんか結束力みたいなのが高まったりするから、難しいゲームになるだろうなと思ってましたけど、それ以上に自分たちが結構遂行力高いバスケットをすることができたので、こういう点差で、どちらかというと終始ペースを握って勝つことができたかなと思います。渋谷がね、プレーオフ、チャンピオンシップ結構ギリギリのラインになってきてるから、すごい落とせないっていう気持ちで来るの分かってたんで、はい、千葉戦のような、ことは絶対起こらないように選手みんな意識してできたと思います。千葉戦もそうですけど、前に渋谷さんとやった時も、ガード陣 そのプレッシャーが足りないっていう反省点があって、アウトサイドに結構やられた部分があったので、そこを、2回同じことを言われないように、自分たちも意識して、そのスタートの入りから、しかもスタートで最近いいスタートが切れてない試合が多かったので、そこを、一人一人が意識していいスタートも切れて、そこから、セカンドユニットもしっかりそれを継続してできたいい試合だったなと思います。一つ前のゲームでできなかったことをやっぱり1試合で、この短い期間で変えられたっていうのはやっぱり自分たち その強さだと思うので、そこを自信に、次も、
本当にタフなスケジュールで、まあ、次々にあのチームが変わりますけど、まあ、やっぱり相手どうこうというよりは自分たちのやるべきことをやれば今日のようなゲームになるというのは全員が分かったんじゃないかなと思います。田臥選手のノールックパスはいかがだったでしょうか。あ、でも来るなと思って走り込んでいきました。まあ、でも前半やっぱダメだった部分が多かったんで、そのディフェンスとかの自分の中でダメだなと思ってる部分があったんで、そこでもう一回、まあ、ギアを上げてというか意識して、まあ、前からプレッシャーかけていこうと思ってたんで、それが出せたからこう自分の中でもいい流れでプレーにつなげられたかなって思ってます。まあ、そうですね、ここ最近ではやっぱりこうゲームにもすんなり入っていけていて、こうしっかり流れの中でプレーできているのかなっていう実感はあります。まあ、先週水曜日、この間の水曜日はまあすごい、まあ、チームとしても良くない流れがだったのは確かで、まあ、でもそんな中でもシーズンってやっぱ続いていくし、これからチャンピオンシップに向けてすごい一戦一戦が重要になってくるんで、まあ、みんなでこう雰囲気悪くなるんじゃなくて、こう連敗しないようにじゃあ次どうしたらいいのかっていうのをここ何日かで意識してやってこれたので、それが良かったのかなと思います。